皆さんこんにちは、闘病です。今回はキャンメイクジュエルスターアイズ12番のピンクファンタジストをご紹介させていただきます。ぜひご覧ください。価格は税抜きで580円です。まずは成分表をどうぞ。それでは開封していきます。フィルムに切り込みが入っているのですが、ぐずついたので早送りします。今回パッケージを開けるまでとってもぐずつきました。開封するとピンクのキラキラぎっしり詰まっています。静止画で見てみるとこのような感じです。キラキラ通り越してギラッギラ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 。指で撮ってみるとほんのりピンク色に発色してくれます。クリームアイシャドウなんですがサラッとしています。軽く手の甲につけてみるとキラッキラーン。今度はたっぷりと手の甲にのせます。私が見た感じではたっぷり塗っても軽く塗ってもキラキラ感はさほど変わりませんでした。まぶたに塗布する際はよれ防止のため薄く塗るのがおすすめにゃ。塗布した後上からラメパウダーやアイシャドウなどを塗布するとよりよれにくくなるにゃ。ぜひ試してみてにゃ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければいいねとチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram も最近始めたのでそちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。